ミニマックス法、またはミニマックス探索とは想定される最大の損害が最小になるように決断を行う戦略のこと。将棋、チェス、リバーシなどといった完全情報ゲームをコンピュータに試行させるためのアルゴリズムとしても用いられるが、もともとはフォンノイマンが中心となって数学的に理論化されたゲーム理論において打ち手を決定する際に適用されるルールの一つ。 これに対し想定される最小の利益が最大になるように決断を行う戦略はマクシミン戦略という完全情報ゲームはお互いがどの手を打ったかによってどのような局面が出現するかを場合分けしていくことでゲーム展開を受形図にできるこのように現在の局面から出現するすべての局面の関係をゲーム機と呼ぶゲーム機は 各段階で枝分かれてしていくが、枝分かれの数は、プレイヤーの選択肢の数だけあり、ゲーム機を下にたどるにつれ局面の数は、劇的に増加する。思考プログラムの基本は、局面が、どの程度自分にとって、有利か点数をつけることである。局面の有利度を適切に評価することができれば、自分の打てる手のうち、最も評価の高い局面を出現させるような手を、 選択すれば良いことになる。曲面に置かれているコマの位置、数などだけから算出した評価値を性的評価値、算出する関数を性的評価関数と呼ぶ。性的とはここでは先読みをしていないことを意味する。通常、性的評価関数だけで適切な曲面評価を行うことは困難である。そのため、先読みを実現するのがこのミニマックス法である。 先を読んだ上で、ある局面がどの程度有利であるかを評価するには以下の考え方を用いればよい。読みたい局面が相手の番であれば、その局面の次に出現するすべての局面のうち、最も悪い、つまり相手にとって最も有利な手を相手は打ってくるはずである。そこで次に出現するすべての局面の評価値の最小値を局面の評価値にすればよい。 読みたい曲面が、自分の番であればその曲面の次に出現する全ての曲面のうち最も良い評価の手を打つことができるそこで次に出現する全ての曲面の評価値の最大値を曲面の評価値にすれば良い相手番の曲面の評価値を求めるには次に出現する全ての曲面の評価値を求めればいいのでその自分番の評価値を求めるにはと再帰的に ゲーム機を展開していくことで求めることができる。なんて先まで読むかによって、その深さまで展開したところでは、性的評価関数を用いることで探索を打ち切ることができる。前述したように、ゲーム機は深くなるにつれ局面数が爆発的に増える。そのため、ある程度以上の深さまで先読みをしようとすると、実用的な時間では難しくなってくる。 通常は有限の深さまで読むことで打ち切るが、ゲーム終了まで読めば、ゲームの勝敗を完全に読み切った上で、最善の手を打つことができる。終盤の読みや詰将棋の回答などは、完全読みが行われる。リバーシのように勝敗だけでなく意思さも、問題となるゲームでは、勝敗のみを読み切ることを必勝読み、意思さまで読み切ることを完全読みと区別する。必勝読みでは、 各局面の評価値は、勝ちか負けの二通りに限定される。この場合、自分の哲いの局面は、次の局面に、一つでも勝ちがあれば、勝ちが決定し、相手の哲手いの局面は、次の局面が、すべて勝ちなら勝ちが決定する。これらは、各局面の評価値の論理は、論理積取ったものであることから、それぞれ OR ノード、ドノードと呼ばれる。 このように評価値が勝敗のみで表されるゲーム機は特に &OR 機と呼ばれる。以上のアルゴリズムを疑似コードで記述すると以下のようになる。ファンクション MIN max integer begin if d e イコールレゼンリターンスタティックバリュー読み深さに達したポジションを展開すべてのコノードをチルドレン、にコノードの数を w にイフ w イコール0ゼリターンスタティックバリュー終局 if ポジションは自分の局面ゼビギン max イコール4 i イコール1ツー w リュー begin score イコール m i n max if max イコールスコア end リターン max end イルスビギンポジションは相手の局面 m i n u t e イコール4 i イコール1ツー w リュー begin スコアイコール minmax.if m i n u t e イコールスコア。エンド、リターンミニッツ、エンド、エンド。チスなどパスのないゲームでは、ノードごとに評価値のセーフを逆転させることで、相手は自分にとって、そんな手を探索するのではなく、相手は相手にとって、得な手を探索するように書き換えることができる。これを、ネガマックス法と呼ぶ。ファンクションネガ、ックス、インティジャー。 begin.if depth イコール0全 return static value 読み深さに達したポジションを展開すべてのコノードを children にコノードの数を w に if w イコール0全 return static value 終局 max イコール4 i イコール1 2 w リュー、max、begin score イコールネガ max if max イコアエンドリタール score end return max エンド。ミニマックス法は、すべての局面に対して、しらみつぶしに探索を行うため、実際には読む、必要のない手も読むことになり、探索効率が悪い。これを改善したアルゴリズムとして、アルファーベータ法がある。アルファーベータ法は、読む、必要のない手を打ち切ることで高速化を図っている。実際のゲームプログラムでは、 アルファベータ法をさらに応用したアルゴリズムが用いられることが多い。ありがとうございます。